知的肝炎プロジェクト。肝炎の検査は一生に一度受ける必要があります。あなたも必ず検査を受けてください。検査は無料で受けられます。もし感染していても完治に向けての環境が整ってきています。志村さん、肝炎の検査受けたことあります？いや、私受けたことねえけどよ。ぜひ周りの人にね、肝炎の検査受けたことあるかいって聞いてみてね。で、自分も一緒に行くの、分かったかい？おい、みんなが安心して暮らせる未来のために、早期発見、早期治療を。私が肝炎に感染していることが分かったのは33歳の時。今はもう完治し、毎日を生き生きと暮らしています。あなたのために、そしてあなたの大切な人のために、必ず肝炎ウイルス検査を受けてください。なくそう肝炎、知って肝炎プロジェクト。受けたことあるかいって聞いてみてね。で、自分も一緒に行くの、分かったかい？おい、みんなが安心して暮らせる未来のために、早期発見。あなたも必ず検査を受けてください。検査は無料で受けられます。もし感染していても完治に向けての環境が整ってきています。なくそう肝炎、知って肝炎プロジェクト。肝炎の検査は一生に一度受ける必要があります。早期治療を。私が肝炎に感染していることが分かったのは33歳の時。今はもう完治し。志村さん、肝炎の検査受けたことあります？いや、私受けたことねえけどよ。ぜひ周りの人にね、肝炎の検査。